こんにちは、田中康生選手がですね、6月29日に後楽園ホールにて、東洋太平洋&アジアパシフィック、スーパーフライ級タイトルマッチに挑むと。で、これがですね、王者の橋爪正義選手の、初防衛戦で田中康生選手が、挑むというところで、短くですねまとめてみました。はい、まずですね、橋爪選手の成績が21戦19勝 11KO の2分けと。で、身長が170センチで、リーチはこれ申し訳ません、不明との、サウスポーで、今年2月に、世界ランカーの古谷選手と、WBO アジアパシフィックと、東洋太平洋の、日本の、ね、ベルトをかけた、王座決定戦で対戦をして、そこで12ラウンド3対0の判定勝利を収めて王座獲得と。で、今回は、初防衛戦となると、で主な実績っていうのが、2014年に、スーパーフライ級の、新人王で、日本王座に初挑戦の時は、当時日本チャンピオンだった奥本選手に、11ラウンド、1対1のドローと、で王座獲得にはならなかったと。でその後は、2連勝して、今回、このような形で日本のベルトを、かけた戦いに、古谷選手と、対決をしたというところで、その勝利を収めて、今、2冠王者となっていると。で今回初防衛で、田中康生選手を迎えるというところです。はい、で田中康生選手の戦績が、17戦、16勝 9KO、1敗と。で、身長が164センチのリーチが162センチで、2020年の大晦日に、4階級制覇をかけた戦いで井岡選手に挑むも、これが8ラウンド TKO 負けで初黒星と。でその後の再起は、昨年の12月に、国内のスーパーフライ級、ナンバーワンの呼び声のある、石田選手と対戦をして、これを2対1の、勝利を収めて、再起を、白星で飾ると。で今回は、再起2戦目の戦いになるというところで、しかもベルトが、2本かけられるというところです。はい、でですね、現在、世界ランキングにも入っておりまして、WBC5 位、IBF で5位、WBO で3位と。で橋爪選手も世界ランカーで、IBF で14位、WBO で、12位というところでね、まあ、ベルトもかけられてて、なおかつお互い、世界ランカーというところで、まあ、田中選手は、前回の、ね、石田選手に続き、これもね、また非常に熱いカードとなっております。はい、で動画の方もね、添付いたしますので、そちらで、チャンピオンの、橋爪選手、のね、試合を見ていただければと思うんですけど、まあ、かなり強いですね。サウスポーで、まあ、無敗っていうのもありますし、で何よりやっぱトリッキーで、でパンチも本当にね鋭くて、この選手侮れないなっていうふうに自分は思いましたね。で日本のねベルトをかけて戦った古谷選手っていうのも世界ランカーで、強い選手なんですよね。でその選手に、12ラウンドでさばききっての、ベルト奪取っていうところなので、まあ、かなりね、いい選手だなっていうふうに自分は思いましたね。なので、全然、楽に、勝たせてはくれないっていうふうに自分は思います。はい、まあ、石田選手は、スーパーフライ級でね一番国内で強いっていう部分がありましたし、まあ、上沿いもあってね、それもそれでやりにくかったと思うんですけど、今回このサウスポーで、ね、それをどうなるのかっていうところで、まあ、非常にやりにくい選手だと思いますので、まあ、動画もね添付いたしますので、そちらで見ていただければと思うんですけど、まあ両者ね勝った方が、世界にっていうところだと思いますので、まあ、このね、サバイバルマッチも、見逃さずにね、まあ、応援していきましょう。はい、本日はですね、田中康生選手、再起2戦目は、6月29日に後楽園ホールにて、東洋太平洋とアジアパシフィックの、日本のベルトをかけられた戦いに挑むというところの動画でした。はい、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、よろしくお願いします。